こんにちは、カオルンです。今日は久しぶりに自宅で撮影をしています。前回まで3回にわたってアメリカの動画を見てくれた皆さん、本当にありがとうございました。お礼の言葉を申し上げます。ここで悲しいお知らせです。アメリカの動画1回目は再生回数が150回ほどありました。嬉しいことです。ですが2回目3回目と続いていくうちに、だんだんと再生回数が減っていき、3回目はなんと30回しかございません。ありがとうございます。そして僕が目標としているチャンネル登録者100人、期限は今年度12月の31日までとしていますが、なんと70人でございます。ありがとうございます。ありがとうございますと言っているけれども、あと30人、残り30日、1日1人ペースで増えていかないといけません。今のままだと僕は今年で YouTuber を引退してしまうことになります。なので応援をどうかよろしくお願いいたします。今日はビデオライブをしている人をどう思いますかっていう風な話をしていきたいと思います。路上ライブをしている人たち、皆さんたくさん応援してくれてる人いらっしゃると思いますが、中では暇だなとかちょっとうるさいなっていう風に思っている人がいるかもしれません。僕も昔は音楽が苦手でありましたし、少し嫌だなっていう風に思うことがあったので、路上ライブをしている人たちのことをそんな風に見ている時期がありました。でも今実際に自分が音楽活動を始め、路上ライブを始め、ここまで来るとたくさんのことが見えてくるなと思います。僕が路上ライブをしている目的は2つございます。1つ目は自分の歌を皆さんにもっともっと聴いてほしいなっていうふうに思っていることです。音楽だけじゃなくて自分自身の存在ももっともっと皆さんに知ってもらえればいいなと思ってやっています。あとは投げ銭と言われる、いわゆるお金を入れてくださる人がいます。そのお金っていうのはとってもとっても自分の音楽活動に役立っています。例えばギターを演奏するときに必ず必要になってくる弦とかピックでございます。あとは今実際にこうやって撮影をしている動画を YouTube に上げるときに編集をしているんですけど、その編集ソフトも路上ライブの活動で、皆さんに投げ銭をしていただき手に入れることができました。本当にありがとうございます。でもこういう目標が叶わない日が路上ライブをしている時はあります。例えば雨が降っている日、皆さん外に出る人が少ないので路上ライブを見てくれる人がいません。そういう時はどういうふうに自分のモチベーションを上げてやっているかというと、例えばこう体を動かしたりするので、運動代わりとして健康維持のためにできるなっていうふうに考えます。あとは音楽以外の時に人前で話す時、あとは人と話すときに話すことに何もためらいが、何にもって言ったらちょっとおかしいですけれども、少しずつ慣れてきて、今では人と話すことがあんまり大変だなって思うことがなくなりました。とても嬉しいことです。こういうふうに何かをしているときに、その目標が叶わないときは、こういうふうに今やっていることも他のことに役立つっていうことを皆さんに知ってほしいです。なのでもし皆さんが日常の中で路上ライブに限らず、ちょっと迷惑だな、嫌だなって思うことも少し一歩踏み出してみると、とてもいいものになってくるし、今自分に関わってくることだったりします。なんでこういう話を今しているかっていうと、僕の周りにも少しずつそういう人が大人になるにつれて増えていっているような気がします。でもそういう時に、身近な、人たちに、僕はまだまだ小さい存在ですが、こういうふうにアドバイスをすると皆さん納得してくれて、少しずつ前に出ていってくれてるっていうところがあったので、動画を通してこういうふうに皆さんにも話をさせてもらいました。もしそういうところで一個考えを自分の中で変えていくと、人生楽しくなりますし、周りの人たちにも優しくしてあげられるのかなっていうふうに思います。今日はそんな動画でした。バイバイ。本日はカオルンチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、コメント、ご意見のほどよろしくお願いいたします。
また、インスタグラム、ツイッターもやっていますので、ぜひぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。今日も本当に見てくれてありがとうございます。また次もいい動画を出せるように頑張りますので、応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。